巻き爪痛い、食い込んでいる。みほたるさんこんばんは。玉ねぎさん姫ナイス、ありがとうございます。焼肉食べてないよ。なんで？あ、みほたるさん姫ナイス、ありがとうございます。たけしさんこんばんは、ありがとうございます。こんにちは皆さん、こんにちは、こんにちは。あかねちゃんは LA 行かないって知ってる、行かんと思って。ちょっと皆さん待って、マジで。昨日盛り上がったみたいだから。あかね、あかねですか、言ってた。みやちゃんこんばんは。あ、そういうことか。昨日私が配信夜に来られへんかったからか。あかねの配信のところで聞いたわけではない。どこまで読んだっけ。みやちゃんこんばんは。デリメスさんごきげんよう。タブネギさん、これ何、ポットナイス、ありがとうございます。カービィの服、カービィの服、かわいいやろ。うん、私の幼馴染のあかね。おうちゃんの配信行かなければ。みくちゃん？みくちゃん？みくちゃですか？かわいい。あ、やんちくださいやほい。亀田カービィさん。亀田カービィさん。一瞬待ってな、一瞬皆さん待ってな。やっほー皆さん、ゆきさんかわいい、ありがとう。お風呂中なん、出張なくなってしまう。このお店に行けなくなったので、遠隔でドリンク差し上げるとかできるんですか。すげえ、すごいな最近のあれは。すごくないですか最近の。作業中、作業しながらやりますね。これ違うよ、これだよ。ダボーオラ、ダニメッサさん50円見つかりがとう。スマイル弟あくんかわいい、ナイス、ありがとうございます。亀枝カービィです。カービィ大好きなの私。みんな可愛いってくれ。パソコンが言うこと聞きません。どうしたん？なんの？なんかあったん？会いたくて会いたくて震えるですね。申し込んだ瞬間に向こうに分かるみたいで秒でやるし。バレたかったでしょ、でも正直。出るって言われた。会いたくて会いたくて震える君を思うほど強くなって、もう一度盗んじゃら。え、フリーズしてる。あ、ルイリンさんもやってたんやん。私フリーズ、ワンちゃん押す。
どうした？大丈夫ですか？マネージャーさんから電話かかってきたけど。間違いやったらしい。よかった。ビビった。膝が痛くて震えるやって。おじいちゃんじゃん。ツーロジさん、こんばんは。ユウさん、こんばんは。会いたかった。バレたかった。イエス。君にですね。だって。替え歌してる。あ、スマイル弟あっくん、こんばんは。ひかりさんも、こんばんは。明日そんなに暑いんですか？あ、パソコンがフリーズしちゃうの？ショルマ大丈夫？村木さん、こんばんは。巨人弱い。やばい？ターボ。ターボ好きやもんな。これか。で、これ。これを戻して、これを。ちょっとさ、やってることがあってさ、今。作業して全部打ち込まなあかんねんけど、今。大変。大変です。明日どんだけ暑い。あ、SKT さんや。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディア SKT さん。はい、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。一足先に。ギリギリ、ラスト20代。ウヒロさん、村木さん、こんばんは。言ったっけ？明日そんなに暑いん？トゥーロジさん、ヤッホイ。ウィヒルさんもアルペップ、ナイス。ありがとう。あと1レベル、あと1レベルダミチーズ。プロフ、この撮り方かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。めちゃめちゃかわいい。でも、瞳に映るなんかな、自分の姿を見られるらしいから気をつけて、気をつけた方がいいかもしれない。私も一回あんねん。チロルの写真をアップして、自分のワンちゃんの写真をアップしたら、瞳の中に映るエミチがかわいいよって言われて、うわー、見えてんのってなってびっくりしたことがある。東京予想、え、31度、暑っ。訪れしてる？明日は中目黒のスタバ行くつ、ルカちゃん見て、え、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。おめでとうございます。ありがとうございます。何が何が？あ、そう、バッグ新しくしたの、みえちゃん。DJ アン太郎さんかな？こんにちは。助言です。ハッピーバースデー。あ、そうか、おめでとうございます。そういうことか。確かずれてた。山口さん、やウキタリアマイル、生まれ生まれた、三連服、三連単ボックス的地、おめでとうございます。ユウさん、ユウさん、ユウさん勝ってたんですか？私もそう、あのギリ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 ね、当たりましたよ。寒いのは懐だけ、懐が一番大事や。白米さん、こんばんは。保険料上がるの？日に日に大阪ユニバに行きたいが増しております。行っちゃおう。 YouTube でゲーム配信、テレビで野球、そしてショールーム見てます。目3ついるで。引っかかるのは後半だろうが。やって、あ、かっこいいっしょ。おすすめマジで。今晩競馬、競馬バッグ欲しいです。おそらちにする。白熊さん、かわいい。あ、おめでとう。 SKD さん、そだちが、そだしが2着、副賞的中。いや、本当に本当に、ツダシは絶対入ると思ってたけど、暑いんですね。夜も末ですね。だって雪やもんな。あ、6連敗はやばい。ルカシの舞台、あ、次にルカシの舞台ってところ。ルカシの舞台後付け、逆、私惜しかった。ご立腹。あ、2着はあかんって。ミカさんはこっちか。え、かわいい。超かわいい。超かわいい。鬼滅。あさってから宝塚記念ファン投票開始。おお。もう、もうやね。すみません。
行くなら来週水木金だな、一人旅いいですね。だって1週間ぐらい休みもらったんでしょ。スイッチでダービースタリオンしてます？いや、してないんですよ。それが買ってないの。来週は日本ダービー、今週はオークス。当てれるかな当てれるかな。もう先週マジで本当にううってなりながら予想して、買うか買うかってなって買った。そしたらちょっとだけ当たった。ちょっとだけちょっとだけ当たりました。宝塚だけオスカルとか出るの、そうだとおもろいな。LA で舞台すごいです、ありがとうございます。そう、 LA で舞台するんですよ。もうちょっとで LA に行くのってしたから、朝一からビビ、お疲れ、やっちゃくらさん。この次安田記念どんどん続くよ。マト君こんばんは。入居に休暇何もしないと食いになるのか。筋トレがいっぱいできるのもすごいんですよ。そう、めちゃくちゃすごいと思うよ。筋トレだってそんなさ、そこそこ何続けれないですよ。うん、筋トレどうか。麺の箱さん、お疲れスタンプナイス、ありがとうございます。にに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 にそう、演劇祭無料なの、私たちの公演。隊長こんばんは。私も筋トレいっぱいしなあかん。扇風機充電完了。レイカーズのグッズ買えるね。何それ。あ、昨晩マジで楽しみました。なんか麺の箱はさ、本当に楽しみました。友達と中学校の時の幼なじみをと一緒にご飯食べに行ったんですけど、一人はあかねちゃんっていう、普段お笑い芸人をやっているお友達で、結構配信もミクチャで一緒にやってたりとかもしたから、ファンの方も知ってる方が多い子なんですけど、その子ともう一人仲良しな子がいて、びっくりした、当てた。そうで、その子と一緒に3人でご飯食べたんですけど、めっちゃ楽しかった。4時間みんなお酒とか飲まずに4時間ブワーって喋って、私最後にみかんのお酒みたいなちょっと飲んだけど、締めに飲んだぐらい。元気さんこんばんは。あれこんばんは配信はね普通にねできるの、配信普通にねできるらしい。ちょっといいやん、ちょっと待って、ちょっと待って、5478、スピード筋トレって何？山口さん。え、そう、ミクチャで配信してるってみんな言ってたん？誰かおる？ミクチャに。まさちさんチラリ、ぼーちゃんともご飯と、そう、あかねともう一人友達と、なんか中学校の時やから、なんかなんて言ったらいいの、グループ名みたいなのがあってそのグループ名の
メンバーで会ってたんやけど、そうで、めっちゃ楽しかった。にゃん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 、ママになってたってあれではなくです。まさちさんチロリ、あ、聞きますか、たまに浮かべなかさん、いいな、呼んでくれ。いわゆるいいまですか、なんで知ってんの、玉ねぎさん、いいま。筋肉で会話ならできる。え、どういうこと、こう胸筋とかが動いてみたいな。お金ちゃんと聞いて、トレか軍さんしか呼ばない、配信了解よ、だって。ほんまにって、まだなんちゃら、え、パイナップル、え、めっちゃいいじゃないですか、パイナップル。今日私マンゴーを食べた。402日、イエイ。じゅんさんこんばんは、ありがとうございます。ゆさも、ずかさんそっちにおるん、お風呂行ってたんじゃん。ゆきさん、じゅんちゃん配信やってるで、やって胸筋ピクピクできる。大阪です、自分でいい街って、私が言ってた、私がバラしたんじゃない、私は絶対、多分あかねがバラした、あかねが最初にバラした。筋肉で喜怒哀楽できるん、何それ、激強じゃん。あ、ここにおった、玉ねぎさん2週50回でありがとう、レースです。みんなあっちにおるんかなと思って、ちょっとびっくりした。ロンリーバンデイ、おろ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 、コピアコピアコピア、erased paste and copy and ok and すべてを選択、ペースト ok ok あれが最初に言ったって。2週50回でありがとう、たぶてきさん、私は投げるもん投げて逃げてきた逃げたんですか逃げてきたん、そう、30度ってやばいですよね、油酸した。捨て星当たったら6分後回収。すげえ、めっちゃすごい、玉ねぎさん。いいまっていう名前でやってたんですよ。ポンさんに絡まれたら大変なの、そんなことないよiPhone? あ、2台でやってるの、ストレッチ。名古屋が32度やって、やばい、やばい。無言で見てんの？内緒で見てんの？なんで内緒なん？Wish you had a good night, hey, don't deny, never let you go. The sun died like only get you lost. Let me down, I wish you never let us go. っていう曲が最近大好きで、ずっと聴いてるっていう。でもそんなわからんよね。この歌だけじゃわかんない。流してよってそれならって感じですよね。すみません。確かにその通り。ゆうてー、東京も暑いらしい。特報残り2枠。イエイ、あと2枠。もう溶けるよね。まだいける。あ、原田さんが笑ってる。なんで笑ってんの ?5521 さん、こんにちは。こんにちは。とっちゃんさん、お疲れ様。えみぴー、ゆうぴー。え、ぴーにしなあかんで、ね、T じゃなくてじゃ。あ、今日おそうめん食べたと思う。水まだ味出なくていい。出なくていいって言ったらあれだね。
ミスマガジンのあれだよね、コンテストみたいなやつですよね。あれ前共演した友達出てるから応援してあげてください。誰の曲、え、誰やっけ、カットマイヘアで調べて出てくると思う。岡山も暑い、日本全部暑い。ユーティンとこも30度、磯頃さん、こんばんは。アメリカは場所によって暑さ寒さ変わるよね。原田さん爆笑してる。おう、 LA レイカーズにわくならダメじゃない。たまちゃんもいっぱい喋んねん。あ、一緒や、ただいきさん、おそうめんチーム、原田さん、 お花ナイスナイス、お花ありがとうございます。応援するから誰って、え、わかんない。そういうことか、ごめんごめん、なんて LA なんちゃらのやつかと思った、間違った。フルネームで言うからちょっと待ってな、森脇リリカちゃんです。私がそうめん、ユーティーがそうめん、え、原田さんめっちゃいっぱいお花ありがとう、ナイス、ありがとう原田さん。そうめん在庫ないわ、買いに行かないと、行かないと、最初集めながら坊ちゃんとこ行って戻りますちゃんとこうぐるぐるっとして、了解。めっちゃ可愛いね、あのね、大阪出身の女の子なので、大阪出身の女の子やから応援してあげてください。この間の舞台でね、応援したの。原田さん爆笑してる、爆笑しちゃってる。ショールームであれするもんね、コンテストのやつね。で、かわいい、ありがとう山口さん。で、プロフお風呂待ってます、かわいいかわいい、ちょっと毛玉みたいな、ほこりみたいなついちゃってるもんな。真っ黒やったら目立ちそう、確かに。かわいいは正義、そうなのよね、かわいかったら人って何でも許せるもんね。ね、かわいくなりたい、かわいくなりたいっす。島唐辛子の激辛ふりかけ、何それ、辛そう。忠之さんに辛いっていう概念はあるんですか、実際のところ、実際のところ辛いという概念はあるんですか。え、声ずれてるよって、マジで。昨日の話していい昨日の話すると、いや本当に久しぶりにお友達に会ってめっちゃ楽しくて、めちゃくちゃ楽しくてさ、なんかね、うん、私たちバレー部やったんですけど、その集まったメンバーがね、3人がバレー部で一緒にずっとやってきたんやけど、バレー部がすごい厳しかったのよ、本当にほんまに厳しかったのよ、他の何部活とかに比べてもすごい厳しくって、で周りの何普通の別の部活の人たちから見てもちょっとなんか一目置かれてしまうぐらい厳しいところやってんやんか。で大変やったなみたいな話をすんねんけど、でもこんなん絶対配信で言ったらもう配信で言われへんよなみたいな、配信とかでもそんな言われへんわみたいな話までした。多分配信では言えんみたいなっていうようなぐらい大変やった部活。白鳥の湖踊りませんバレーボール、おたくんありがとう、優しいね。唐辛子強いけどわさびダメなんですか、ただゆきさん。辛いという感覚ある、勝てるけど、あ、だから痛くても我慢できるみたいな、そういう感じのテンション、魅力的すぎるよ本当に。だから笑ってた、あんなに。山口さんいつも可愛いとありがとう。みちさんがまいちさんみたいにしたら可愛くも、今は感じなくて綺麗美人の方だから、あ、私が嬉しい。私もね、可愛いじゃなくていいねん、全然私全然可愛いじゃなくていいから、このままでいこうじゃ大阪誇る可愛さだと思う。え、大阪誇る、
トリュフ塩をダイソーに売ってた。マジで売ってる？ミニコ。あ、さやかさん歌ってた。YouTube 配信、今日 YouTube 配信しますね。本当にごめんね。高木さんこんばんは。えみち女子会。中学の時1年はスニーカー、ソックス、禁止とかありました。うわ、スニーカー、ソックスは逆に言うとみんな履かないと高速的にダメだったので履いてました。ただバッグの持ち方、バッグの持ち方みたいなのはありました。私の時はボストンバッグみたいなやつだったんですよ。で、ボストンバッグみたいなやつだったんやけどさ、なんて言ったんやね、ボストンバッグ普通に高生多いやん。高生多いのは1年生。で、2年生でぐらいでちょっとなんかキーホルダーとかでもつけてよくて、3年生になったらリュック背負いしていいみたいな。リュック背負いできるのがすごい嬉しかったっていう。なんか、意味わからんけど。で、リュック背負って、リュックの裏とかにめちゃくちゃ落書きをするのよ、ポスカで。もうガラッガラなるぐらいまで落書きをして、で、例えば自分の部活の名前とか自分の好きなキャラクター書いたりとか、そういうのをバーって書いてやってた。ヒマラヤ岩塩好きだよ。今日買ってきたの？美味しかった。教えて。歌詞めちゃくちゃ間違えたりした。そうなん？なんだそれ。だってあの歌をやと思った。マディンソンバッグって何？面白いでしょ。中学の指定科は1年の時から背負ってた。背負ってたらいじめられんねん。背負われへんねん。そういうのがあって、なんか暗黙の了解みたいな感じであかんかって。そう、別にそれを知らなくてやってるなんかすごいギャルギャルしい人もおったけど、一応暗黙の了解的な感じではあなたはまだダメですみたいなのがあって、そう、マブルズ2に違いやすいに急がなくちゃ。田舎しか知らないマディンソンバッグ。マディンソンバッグわかんないです。ヤンキーとつるんでたからな。あの、そんなん関係ないんです。でも関係ない。中学によって違うの面白いですねって確かに。私の友達、あの別の中学校なんですけど、靴下3回折らなあかんかったらしくて、普通のなんかなんていうの、長い靴下やねんけど、こう入ったからなんか3回折らなあかん、なんで靴下3回折るみたいな短いやつ入ったらいいやみたいななんかあったらしくて、そこが平の半円のカバン。え、何、平らの半円のカバン、何それ。あ、ディズニープラスで明日からアントマンが配信、見に行ったやつや。いや、ありましたよ、いろいろ中学校。昨日言ってたもん、なんか部活の飲み物を飲む、飲み物を置く場所とかもなんか、ね、年齢とか、そのなんかこう上下関係で違うみたいな。ルーズソックスは一応ダメでしたね。まあ、なんかたまーに、ほんまになんか奇跡の一人ぐらい履いてくる子おったけど、一応めっちゃ怒られて帰らされるっていう。中学の男子は格闘技やってて、帯に色ついてたらいじめたりして。あのね、男の子より女の子の方が怖いと思うねんな、中学校のいじめって。なんか漫画とかでもあるやん、マディンソンスクエアガーデン。わかんない、復習しなくちゃ。嘘やん。そうそう、マジで毎日靴下3回折る、心も折れそうですね。確かに。でも私それは経験してないかな、わかんないんやけど、かわいそうやったそれ聞いて、高校で聞いて、え、何それみたいなを言って、
やばい。でもあ、画像貼った、画像貼ってくれた。あ、わかった、マディこれかわいい。最近流行ってません、これ。なんかザラとかでも売ってません、これ、マディンソンバッグ。仕事でめっちゃ返事しなあかん、ごめんね。最近一難ライブでピアノ弾いてる。飼い主の邪魔をするピアノが嫌いなにゃんこが。え、一難ライブわかんないけど、なんか動画見たことある。ピアノ弾いてたらそーっと閉じるやつやんの、あれ。アイリア巡るからねって。あれめっちゃ可愛いなと思ってました、マディンソンバッグっていう。可愛い、あれ買おうかなと思ったぐらい。なんかちょっと普通これぐらいの大きさじゃん、これぐらいの大きさのやつ買おうと思ったけどやめた。うん、カジさんこんばんは、こんばんは。ピーシュ、ま、漫画のライフとか怖いですもんね。50年くらい前、中学で流行ってた。あれは、それは指定じゃなくて自由に買って持っていけるんですか。ニューヨークのマディソンスクエアガーデンアリーナ、アリーナ長い、名前長い。あ、転がっていったボール、やっちゃったぜ、転がっていっちゃったぜ。あとはなんだろうな、あとは何だろうな。もうそれ以外なかったかな、特にないかな。わかんないよ、ルール。2年生ぐらいになったらもういいね。1年生でやってたらもうやばいね、制服を着崩すみたいなやつ。でもうちの学校がまず厳しかったから、なんかワックスとかを髪の毛につけてきてる男の子とかおったらもうみたいな、こうやってやって、あの水道のとこでブワーって現れて、でなんか別室連れて行かれて一緒に授業を受けられへんみたいな。え、ワックスつけてきただけでみたいなやつなんですけど、そうめっちゃなんか怒られて、なんかほんまになんか狩りの動物をこう持ってきたみたいな感じで、こうやってこうやって先生持って行って、ひえ悲しい幼稚園が学生服ではなかった。あ、でも男の子はなんかパンツ見えるぐらいまで腰パンするのが流行ってたみたいですね、私の時は。マジ厳しいの本当に。そう今考えたらマジで虐待レベルの厳しさの学校やったと思う。なんか例えばあの部活、そうそうそう、昨日言ってたのはあのね、部活今度のイベントにもできた、ほんまに俺これ使ってんねんみたいな見せてくれるで、なんかなんて言ったらいいんかな、むずいな。と途中でお水飲む時間みたいなあるやん。うん、普通の共通の学校です、山口さん中学校やんな。部活の途中でお水飲む休憩みたいなあるやん、あれって普通どれぐらいでした？皆さん。お水飲み休憩って。何分かありました？皆さん部活入ってた？みんな入ってたところでどれぐらいやった？ちょっと聞かせてこれ。中学校、中学校。高校でもいいけど。
腰パン制服の子見ないですね。確かに、なんかアホみたいにみんな腰パンしてたよな、あの時。あ、坊主やったからワックス無理やわ、やってそれ込み入れたら坊主にさせられる。あ、そうなんや。いぶき、水飲ましてくれへんかった、ゼロ。野球ね。あ、自分の意思でその時飲んでた5分。飲ましてもらわれへんか、飲ましてもらわれへんかった。あ、もうみんなの意見待ってるけど、これぐらいしか出てけへん。もう私のやつ言うで私のやつ言うで。水射し、刺して顧問の気分したい。どういうこと。いや、部活やめるってやん。休憩の5分間で汗拭いたり水分取ったり、そんな感じでした。球部昔よかった。え、甲子園出るね。すごい、めっちゃすごく強くなってる。めっちゃ強い、すごいね。急に厳しいがいっぱい。水は OK だったけど炭酸はダメだ。もうそんなのスポーツ中に炭酸飲んだらうーってなる。こう、あ、顧問の気分でした。でもその水飲むその休憩の時間は、その顧問の気分のその休憩の時間は2時間ぐらいで休憩。その休憩の時間は、休憩の時間は 何分ぐらい。ライブから帰宅しました。お帰りなさい。履正社なんや。5分ぐらい。3年の時内申書が違ったから将棋部。すげえ。ああ、逆に昔甲子園行ってきて今はダメ。10分ぐらい。5分もあれば10分もあった。休憩なんてなかった気がする。だってさ、体調の時って結構、だって結構前じゃん結構前、何年前。え、中学は私服で何でもありの時代。給食だけ食べに行って。え、すごい、何、めっちゃ面白い。すごいですね。水は隠れて飲んでた。じゃあ私のやつよ。私の時、昨日あの中学校の部活一緒やった子と会って、で話して久しぶりに、あ、確かにみたいな、思ったんやけど、私たちがバレー部の時の休憩時間なくてゼロで、4時間ぶっ続けとかで、4時間から6時間とか言ってたかな。なんかとりあえずめちゃめちゃぶっ通しで休憩なくて、で水飲み休憩30秒とかで走っていくの。水飲んで、はい、ピピ、これ30秒ぐらい集合はいみたいな、30秒とかやって、で、の、あのお水とかだからそれ以外飲んだらあかんの。でその30秒で飲めるだけ飲まなあかんね。で30秒もそれも先生の気分次第やから分からへんけど、絶対1分はないねん。飲み始めて30秒とかじゃなくて、なんか水飲んで、はい、からもうコートの端っこぐらいから走っていって、水飲み場みたいなとこ到着して、食ってって飲んで食って行くみたいな。体育館でやばくない。トイレは、トイレ行っていいですかって言って行ってたのかな。確かにあんま行ってないね。今じゃすぐ SNS 上がっちゃうよ。そんなの、こんなのコーラをまぶして飲んだ。え、やば。え、マネージャーが作ってくれた蜂蜜レモンだって。やば、なんか青春雪。たしくん履正社なんやね。すごいね。
4時間白鳥の湖、みんな白鳥の湖、ただいきさんが言ってたし、それしかもスポドリ飲みすぎて吐いてました。それはやばい。僕は個人練習の基本の飲酒禁止やけど、水分はみんな普通に飲んでた。それで水分出るから、そうそうそう、牛乳はいくら飲んでも大丈夫。バレーボールしながら牛乳飲んだら死にそう。トイレ行ったら飲むやんって。トイレもそんなに、私とかやめましたよ。私部活やめた、引退2ヶ月前とかでやめてんね。私ミュージカル受かったから、ミュージカル出るんでやめますって言ってやめてんね。え、あと2ヶ月頑張ったらいいのにって言われたけど、ごめん、夢のために部活やめるわって言ってやめてかっこいいやろかっこいいかな、夢を追いかけるから私って言ってやめて。オロナミン C とか飲まれへん、中学の休憩なのかってなる時間何秒ねって感じ。そう、それそればっかやって、やばくない、今考えたらっていうのを昨日言った。で盛り上がって、確かにやばかったとか言って、捨てゼルフ、残業を頼まれた犠牲者です。大変、大志くんお疲れ様です。ひえ、でもそうやって集まれる時に呼ばれるのはいいよね。あ、3人だけな、でも昨日は、うん、ではもう8年ぶりとかに1人はあった。一人は最近ずっと会ってる子やねんけど、そこで流されず辞めるのがかっこいいいや、なんか問題、え、どこまでこれ公開してるっけ。私そのもう一人の一人の子が芸能界、お笑い芸人やってて、今配信してるらしいねんけど、ミクチャっていうアプリで。私ミクチャで前配信してたから、そこで結構2人でいろいろと昔こうやったよなみたいな話をしてて、だから結構公開してる内容を公開してるんですけど、やばすぎて公開してないこともあるんですよ。うん、そうで、それがしさ、そう、あ、いや LA 無理やった、体調いいよ全然、生誕イベできてなそうで、とりあえずなんだっけ、何やったっけ、水飲めなくてやめた感じじゃない、水は一個の例です。前、その前にもうめっちゃ厳しかったのよ、バレー部ものすごい厳しくって、先生自衛隊の方とかあったのかな、確か。なんかもうやばくてさ、本当に水もだからそこまで飲めやんかった。別にそこはあんまり意識しなかったんやけど、ちっちゃかったから。でも熱中症で倒れたこともあるし、私で、やばくて25分経過、絶対もっとやってるやろ、もっとやってない私2番のスパイダーマンなんか、ええ、ほんまに言ってる、魔法次長さんマジで言ってる、坊ちゃんと絡んで最初からナイス、自衛隊ゲーム、自衛隊なんか強かった、強かった、え、ユニバのスパイダーマンなくなる、え、金額し打ち間違い、あ、金額金額、え、どうやって見るんですか、マッスルマッスルしてる感はあるなって。筋トレとかもやばかったけど、え、マジですか、あのアトラクションが、ラグビー部の顧問が自衛隊やった、あ、じゃあ同じような感じなのかな。でもすごい やばくて本当に、あ、玉ねぎさんナイス、ありがとうございます、ポットポットナイス、スパイダーマンなくなるのめちゃくちゃ嫌やねんけど、もう一つなんかなくなる、ターミネーターとかバックドラフトもなくなる、え、マジで、でターミネーター見てないんです、実は見たことないの、嫌すぎるんやが。高校はね、私はねダンス部にちょっぴりだけいた、ちょっぴりだけ、
玉ねぎさん優しい。金額次第でルイ行くつもりだった。マジでやばいよね、めっちゃ高い、めちゃめちゃなくなってる、やば、悲しい。日本のゲーム、アニメゲームばかりになるのが確かに、ほんまやね、ほんまやん。映画館、映画会があんまり、飛行機のチケット、前髪だけ宿毛矯正男子いました、ピンって。前髪だけか分からへんけど、なんかめっちゃくちゃピンみたいな女の子いっぱいおった。アホほどまっすぐなってる子はいっぱいおった。スパイダーマンなくなるの痛すぎるんだがあれかな、スパイダーマン、マーベルスパイダーマン行ったから、あれかな、ディズニーランドにできんのかな。あ、やっぱマオさんも同じこと言ってる、そうやわ。海外スターウォーズのトラクションが映画すぎて感動。そうなん、どこ、私乗ったことあるかも、香港ちゃうわ。スターウォーズって、スターウォーズってディズニーやんな。髪、頭がトゲトゲと金髪パーマの子いましたか。あ、トゲトゲはいっぱいいました。金髪はなんか夏休みとかで男子が、やんちゃ男子がやってたかも。いたかも、ディズニーが。スカート膝下何センチとかみんな守ってない。あ、それは私も守ってなかった。スカートは守ってなかった。スカートだけ唯一唯一自分の個性を出せる場所やった。でも私セーラー服やったから、そう、そんなに遊べなかったけどね。ディズニーランドにアベンジャーズエリアができたら、私ディズニーランドの年パス買いますね。え、契約上無理なんですか。なんかそれがあるから、あの無理やったけどこれから作る予定があるからユニバーを消すみたい、消すユニバーをなくしちゃうっていうようになったんかなみたいな。鎌倉さんこんばんは。スカートはね、そうよ、ウエストを折って長さ変えるで、それ普通やで、女の子からして。当たり前の話でそれは女の子からしたら当たり前の話です。ウエストで買うの当たり前、切ったりしやんで、ウエストでおんねんであれそう、家出たら鍵閉めるぐらい当たり前スターウォーズはディズニーになってからつまらなくなった。あ、そうなん、消せって言ってたね、ミスター。鎌倉さん、エミチーズにいらっしゃい。ユニバーとの契約が終わる、絶対そうよ多分。でディズニーがどうのこうのやから変わったんちゃう。よく見たやつやな、ウエストで巻くやつ。見たん？巻く？あ、え？スカートってこと？え、どういうこと言って、女の子のスカートのウエストの巻くところ見たん？ちょっとなんかエッチやからやめよう。何人か丈をミニにしてて毎回怒られてた感じだ。スカートウエストで5センチ折ってん。故郷にこれほどセーラー服美少女故郷？現役 JK の亀田さん、膝上30センチ、膝上30センチはもうお腹ぐらいいってんじゃん。ドローン、エスキリさん、ドローン、水飲もう。ドローン、ドローン、1月22日なんや。へえ。でもそれにターミネーターとバックドラフトずっと休止中やから行けてないのよ。セラフクなんか追ってるとこ見えるやん、やって。見えるか。見える？
とめっちゃでかいサイズ買って巻き下着みたいな長さの子、それはおらへんかったです。私の時代は長いのがヤンキーみたいなのはなかった。短ければ短い方がいいみたいなアホみたいな時代です。私はもともとスパイダーマンが欲しくてマーベル買ったぐらい欲しかった。そうなんや、ディズニーさん。持ってる部分見えるよ、覚えてんな。私は着てる側やから覚えてないんかな。気になって見てたんじゃん言うて。巨人勝った、阪神も勝ち、お、いいねいいね。絶対スカートの下なんか履いてるからパンツ見えることないと思うけどな。はかん子はおらんと思う多分。わからん、アンチョクレさんの時代はおったんかもしらんけど、絶対みんな何か履いてる。うん、お、阪神勝ちました、イエーイ。見てコンタクトレンズ可愛くない？ドアップ。ちょっとストレッチの時間忘れてるからストレッチするわ。ストレッチ。急にストレッチします。私、みんなもストレッチしよう。あ、ねえねえ、私何時から配信始めた？スカート引きずってた、めっちゃおもろいそんな長い、短くするのには簡単やけど長くするのめっちゃ難しいですけどね。ね、本当にやばくない？7分からやってる？あざっす、あじゃっす。お風呂入らなくちゃか。ストレッチ用のバンドって何？どうやって使うの？はい、皆さんストレッチですよ。近くで猫がストレッチしてる、それは私かもしらん。あ、ディズニー、マーベル、ユニバは DC になるのかなって。 DC はまた別であるんじゃなかったっけ？ DC ってDC ってなんか何だったっけ、なんか、うん、忘れちゃった。それ別のさ、あの遊園地あるくない？ないっけ？わ、名前忘れた。
忘れた。ない？新木場ってね、中目黒からバス出てる？新木場どこ行く？明日？分からへんやん、チクレさん。有給消化中だから毎日朝メジャーリーグ見て夜はプロ野球見る毎日最高じゃん。ヤキヤキ。DC、あ、バットマン、フラッシュ、スーパーマン、そう、それは分かんねんけど、なんかそういう何？遊園地。そうよね、メジャーリーグもうアメリカ逆やもんね、時間。花屋敷じゃない。花屋敷行ったことあるけど、花屋敷 DC のアトラクションなかった。レトロなアトラクションしかなかった。アメリカだとシックスフラッグスっていう遊園地が DC よかった。あー、それかな。なんかなんだっけ、あれは DC じゃないのか。トゥイーティーとか、このストレッチバンド使ってる。あ、伸ばしてこうピーンみたいな。え、見た、ヤドン公園めっちゃ行きたいねんけど。ひばりが丘か花屋敷駅あるね。でもそれじゃないね。浅草に花屋敷の遊園地があるのね。シックスフラッグスはワーナーだ。ワーナーや。そう、ワーナーブラザーズスタジオみたいな、あのね、マドリードにもあるはず多分。そこがなんかスパイダーマンとかあるイメージがあるね。中国の行った、来てくれた。強さは掴むところで変えれる。なるほどね。まあ、なんか DC とルーニーテューンズが多かったっす。お、行ったんですか。さ、その行きたかったんけど、マドリードかなんかでどっかで見た時に、でもなんかそんな面白くないでみたいなのを言われちゃったから行けなかった。枚方ね、枚方パークね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのガーディアン監督はサンデー・マーベル卒業。あ、 DC の総監督になります。え、めっちゃやばい転換。イルザララバースデーギフトのプロモーションコードが来た。かわいい黒のポーチみたい。イブサンローランもうイブサンローランのウーカさんに、ウーカメインの箱推しさんやん。イブサンローランの方やん。いいんですか、来月分の方に行って。私まだお誕生日じゃないけど、いいんですか。来月ってことは6月だ。いいんですか。ジャパン姉さん、ワーナーエンターテインメントジャパンって言うんや。さすがに師匠を差し置いて行ったことないっす。何、私と一緒に行かなあかんみたいになってる。女性限定絶叫マシーン乗れますか。あ、私ね、無理です。ユニバで言うと、スペースファンタジーは乗れる。あとディズニーランドでいうとスペースマウンテンは乗れる。ちっちゃいのは乗れる。7月はもっといいものくれるじゃん。やって、そういうことですか。ウカメインの箱石さん、7月いいものくれるんですか。あかんわ、ズカさん、ウカメインの箱石さんにそんななんか悪乗りしたらあかん。シックスフラッグスディズニーユニバーサルに比べては小規模だが数が多いらしい。数っていうのはアトラクションの数ですか、あの世界の数ですか。スプラッシュマウンテン乗ったことないの、怖くて。観覧車はいける。しんちゃんこんばんは。スペースなんちゃらが乗れるってことです。そういうことです。コージさんこんばんは。7月は体調からやないのをやって。体調、体調だもんね。フォローしました。毎日フォローしてるぞ、コージ君。カリブの海賊ってどんなやったっけ。カ
カリブの海賊って、あれや、なんかウェイって一瞬だけ落ちるよね、カリブの海賊。友達とイエーイみたいなテンションで言ったら結構ブワンと落ちてキヤーって、もうなんかびっくりするジェットコースター乗ったぐらい叫んだ。かわいいか、エチになんかぐちゃぐちゃやで。観覧車行ける、安心しました。水族館ダメやけど行ける。遊園地自体があちこちになる。ああ、なるほどね、行っとくべきですね一回ぐらいね。知らんかった。それ出遅れた、お疲れしんちゃん。全然いいよ、ギリギリセーフセーフセーフ。石鹸マシン戻ったら生存してるかどうか。いつもなんかみたいなみたいなテッション でこの間ね、あんたんとディズニーシー行った時はね、ホーンテッドマンションじゃないわ、落ちるやつタワーオブテラー乗ったよ。カブレラとかデストラーデが出てくる、カリブの怪物。めっちゃ詳しいやん。3匹の犬とかねと言いつつ、私はそんなに得意じゃないけど、エミカさんと乗れるなら。嫌やな、でも男の子と乗ったとしてさ、観覧車男の子がこうなってたら嫌やな私。みーちゃん、あれから自転車はご乗車ですかって。世界初のハリポタのアトラクションはシックスラックスに出てくつもなくて一年後。そうなんや、かわいそう。それめっちゃ観覧車のてっぺん怖い、うん、あ、ボケたん、ごめん、ユーティごめん、詳しいんかと思った。ディズニーランドにアベンジャーズエリアができる頃にはエンジのマーベルキャラが見れるかな。頑張るな山口さん、頑張る私。あ、そうね、しんちゃん偉い、上がっている感覚から下がる感覚に変わるのが嫌。 G ですね、いわゆる G。 西武の選手わからない、西武の選手わからなかった、ごめん。たまちゃん盛り上がってるな、だって。え、あかねんとこで、たまちゃん来る前に終わろっか。たまちゃんだけおるん向こうに、私が知ってる人誰かおる、あと。しんちゃんさん、とりあえずしんちゃんさんも自転車も無事でよかったです。ボケ方が悪かったんやな、ごめんやって。やばい、反省してくれてる。あ、ずっと見てますよ、やって見てるけど向こうで盛り上がってたん。ルカスこんばんは、大丈夫、観覧車ぐらいならビクビクしません。かわいいかわいい、一泊してはったけど無事に帰ってきました、ありがとうございます。あ、よかったね、戻ってきて、おかえり。あ、コメントはないの、なんや、コメントめっちゃ盛り上がってんのかと思った。マルチバースなら何でもありやから、西洋人のキャプテンアメリカもあり。あ、確かに、そっか、何でもありやもんね、マルチバースなら。マルチバースってマジで本当になんか強いよな。吉本新喜劇ランド、何する、ボケに厳しいからな、大阪人が多分ボケに厳しいよ。タマちゃん以外のね、タマちゃん以外のコメントがないの。なんと、私が行こうか。じゃあ私これからちょっとやらなあかんこといっぱいあんねん、ほんとに。4人くらいいるな。一応私に選んでいきたい。NMB ですね、キャプテンは経験済みやし、キャプテンマーベルとキャプ NMB のキャプテンと、ちょっと大阪のレベルと世界というか、もうマーベルの、地球ちゃうはなんて宇宙レベル規模が全然違うんですけど。みきちゃん開いてないよ、玉ねぎさん。 NGK の付近に吉本何ができる。みくちゃん開いてないから、通知けえへんのよ、
通知来たら開くのになぁと思っちゃって、ちょっと身長と同じ長さのネクタイ買ってくるわバイトに行こうとしてる。キャプテンさやかってアニメやったら強そう。なんか翼、キャプテン翼がこう記憶として引っ張られるから。世界の中心大阪やな。ピクシャ4ヶ月ぶりに開いただって。4ヶ月ぶりだって。なななんだって。じゃんけん大会で2位もなったしもう何を比べてるんやってなりますよ。それはトクトさんお疲れ様です。ミズマーベルのクマラとはすぐお友達になれるち私も仕事しようかな、ほんならね。一回おろか。よし、じゃあここで一旦配信終わります。また会って戻ってくると思われますが、はい、ランキング見ますね。いきます。13位しんちゃん、12位とっちゃんさん、11位やんちゃくれさん、10位たかさん、9位なべちゃん、8位わたくん、7位ただやきさん、6位たぼう、5位よいちさん、4位隊長、3位ウーカメンの箱しさん、2位原田さん、そして1位は玉ねぎさんでした。いい、ありがとうございました。ありがとうございました。ほんなら皆様また後でね。じゃあね、バイバーイ。お仕事頑張ります。ほなね、のち。